それでは皆様大変長らくお待たせいたしましたただいまより羽生結弦選手2連覇おめでとうパレード記者会見を開催いたします本記者会見は15時までの実施となりますのであらかじめご了承ください司会は私中村香織が担当させていただきますどうぞよろしくお願いいたしますさあ羽生選手パレードお疲れ様でした ここからは記者会見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ますそれではここからは幹事局様にお願いいたします。では幹事の NHK から質問をまず二つさせていただきます。はい、多くの人が今日のパレードを待ちわびていたと思います。羽生選手本日どのような思いでパレードに臨んだのか、またパレードを終えて今どのようなお気持ちか伺わせてください。はい。えー 自分自身の、えー、企画した、えー、プロデュースしたアイスショーが終わってそれから、えー、いつか1週間ほど少し時間が空いてからパレードだったんですけれどもその間、本当にこのパレードが待ち遠しくそしてあのやっぱりたくさんの方々が、えー、パレードに来て一目見たいっていうふうに言ってくださってたので。 そういった意味で、えー、僕自身もわくわくしながらこの数日を過ごしていましたまた、こうやって無事にパレードを終えることができ、えー、自分自身やっぱり改めてこの仙台に帰ってきたなっていう気持ちもすごくありましたし、えー、改めてこの今回の金メダルの重みっていうのを感じたところです。 では2つ目のピョンチャンオリンピックのあと初の地元凱旋になったと思います先ほども帰ってきたなという感想がありましたけれどもオリンピックの時も含めてこの地元、仙台そして宮城からの声援というのをどのように受け止めていらっしゃいますでしょピョンチャンオリンピックの時もあのみんなで応援できるような場を設けていただいたりだとかそういった中で皆さんが本当に応援してくださっていたのを、えー、ニュースや 記事などで知ってやっぱりそういう一つ一つの力が自分の背中を押してくださったんだなということを、えー、すごく今回も改めて感じましたしやっぱり今回あの、まあ、まだまだ仙台や、えー、県含めて復興だとかそういった課題がまだある中でこうやって、えー、っとなんていうかな。 すごく大規模なパレードを開いてくださったっていうのはやっぱり僕自身もすごく重く受け止めてでまた僕自身もその県内市内のみならず、えー、世界中の方々に、えー、っとその復興の手助けとなるようなきっかけとなるような行動をしていけるように心がけなくてはいけないなというふうにも思いました。 ありがとうございますそれでは他のメディアの皆様からご質問を受け付けたいと思いますご質問がある方は挙手の上御社名とお名前をお願いいたします質疑応答に関しては時間の限りもございますので一社一問とさせていただきますまた本日のパレードに関する質問のみを受け付けますのでそれ以外の質問はご遠慮くださいそれでは挙手をお願いいたします それでは前から二列目のベージュのジャケットを着た女性の方お願いいたします。仙台放送プライムニュースの寺田さわ子です。羽生選手本当にお帰りなさい。今日はあのパレードカーからたくさんの方々の声援が羽生選手に送られたと思いますが、どんな声そして何が見えましたでしょうか。そうですね。あのやっぱり僕の方から見ていると。 なんかいろんな目というか皆さんがやっぱり一人僕自身一人だけに注目してくださっているのでそのあったかい目とか、えー、おめでとうっていうような声だとかそういったものがすごく自分の心にまた脳裏に焼き付いたなっていうふうに思っています、えー、多分これは、えー、地元だからこその光景だったと思いますしあの これは自分にしか味わえない、うん、光景だったし自分にしか味わえないこの気持ちの量だったり質だったりだったと思うので、まあなんかまあ、地元にいるからこそそういったものをもっとしっかり、うん、しっかりと心の中に持ち続けて。 これからも過ごしていきたいなって思える瞬間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の方お願いいたします。ではその後ろ三列目の紺色のジャケットの方お願いいたします。宮城テレビの鈴木です。今日はお疲れ様でした。そしてお帰りなさい。羽生選手は。 滑っている最中もお客さんの表情が見えるというお話を伺ったことがありますパレードの最中もそういった一人の一人の方が見えているのかそして、知り合いのお顔なんかも見つけることができたのか伺いたいいたと思いますあのもちろん一人一人の顔を見るように努力していましたしあの、まあ、歓声だとかまたおめでとうっていった声は直接耳に入ってくるわけですけど。 一人一人の声を判別できるわけじゃないのでそこはちょっと不確かかなって思いますただあの、えー、こうやって今自分が世界を舞台にして戦っていく中でやっぱり地元の放送局の方とかあの昔取材してくださった方とかもちろんあの全国で世界で戦っている中でもずっと一緒にあの一緒にっていうか。 ずっと取材してくださる方もいらっしゃるんですけどでもやっぱり地元の放送局の方とかは本当にあ,あ懐かしいなって思える瞬間でしたはいオーバーンデスさんもいたし <laughs> ね仙台放送のニュースの方も今いらっしゃるしやっぱり自分がこうやっていろんな舞台で戦うようになってそのローカルなあの地元の局の えー、取材だとか、そういうなんか単独の仕事っていうのできなくなってきて本当に申し訳ないなって思うのと同時にやっぱりそういうところにもしっかりなんだろう見ているよっていうのはちょっと変なんですけれどもしっかりちゃんと自分の中に残っていてそういったものが今のここに今ここでこうやって金メダルを下げてるっていう自分につながってるんだなってすごく思うので、まあ、地元だからこそしないで。 県内だからこそ、えー、思える気持ちっていうのはすごく大きなものがありました、はい、ありがとうございますそれでは次の方はい、真ん中の後ろで手を挙げている男性の方お願いいたします日本テレビの山本博之です改めまして二連覇おめでとうございますありがとうございます 今回は12万人と見込まれている中で4年前との変化と景色の変化というのはあったでしょうかまた、その中には羽生選手を目指して頑張る子どもたちも多くいますそういった子どもたちに伝えたいことメッセージなどはありますでしょうかお願いします4年前との違いということはあまり考えなかったですただひたすら今のこの瞬間がすべてだと思いましたしこの瞬間にありがとうということを伝えたいなという気持ちでいっぱいでした。 またあのこうやって、えー、パレードの車で、えーまあ、移動していく時にやはり小さいお子さんとかまたあの親子で一緒に手振ってくれてたりまたなん,かなんて言うんだろう肩車とかして応援してくれてたりっていう方、うん、と子どもたちも見えたんですけど。 あの僕は今こうやって夢が叶った立場としていろんなお話をさせていただいてますし、まあ、実際自分の首にも自分がずっと夢に描いていたものが、えー、首にかかっていますしそういった意味では夢っていうのはすごく自分にとってんだろう今幸せ夢が叶って幸せっていう状況だとは思いますただその夢が叶うまでの過程っていうのは、うん、本当にいろいろ多分辛いこともあるしそれプラス やっぱりそれを乗り越えられるだけの楽しいこととか幸せなことがあるのででもそれって何だろう一瞬たりとも同じことってなくて絶対に一回限りのものだと思うのでなんか全ての瞬間を大切にしてほしいなっていうふうに思いましたまあ今回今日のパレードの時間がその子たちにとってどういう時間だったかわかんないんですけどいつか。 その子たちがこうやって自分単独でパレードできるぐらいの夢を叶えてもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。それでは続いての方は。えー、後ろの女性の方お願いいたします。内田玲奈です。あ、フジテレビ内田玲奈です。羽生選手パレードお疲れ様でした。ありがとうございます。あの金メダルの重みを今日はすごく感じたとおっしゃってましたけれども。 ピョンチャンオリンピックで連覇が決まった後を感じたその実感というのとこのようにここ仙台で2度目のパレードを終えた後の実感やはり金メダルの重みどのようなところが具体的に感じられたのか教えてくださいそうですねあの、まあ、実際、帰ってきて、まあ、帰ってきてというかメダルセレモニーが終わってピョンチャンのメダルセレモニーが終わって 首にかけてていいただいて、えーまあ、そういった時もやっぱり金メダルの重みっていうのはすごく感じましたけれどもそれは何か自分がやりきった自分が自分の夢を叶えきったっていうような感じだったんですが今回はどちらかというと皆さんの期待をちゃんと背負えたかなって受け止めきれたかなっていうふうに思った瞬間でしたなのでなんというかソチオリンピックの時ってもっとうん 未来にもっと目が向いていてこの金メダルからまた次の金メダルへまた走っていくんだっていう気持ちでずっといたんですけど今回はどちらかというとちゃんと取りたかったものが取れたっていう気持ちで今いるのでそういった意味では、うん、皆さんの応援をちゃんと受け止めきれてちゃんと皆さんの応援が詰まった金メダルをかけているんだなという実感が今あります。 ありがとうございます。それでは続いて、じゃあ後ろの女性の方お願いいたします。テレビ東京の福田紀子です。本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。 パレードの途中で生命の決めポーズを披露してくださった瞬間があったと思うんですがあの瞬間、わっとより大きな声援と拍手が送られていましたあの瞬間はどのような思いでポーズを披露してくださったんでしょうかうち、ん、わとかで決めポーズしてって書かれているものがあって <laughs> 何をしたらいいんだろうってすごい思ってでも、あの一番何ですかね 一番やった時に見てほしいなって思ったのはあの近くの方には多分ありがとうっていう声は届くかなって思ったし自分の目線とかも届くかなって思ったんですけれどもやっぱ遠くで見ている方とかあのもちろんその通り沿いっていうんですかねあの交差点とかの時にあの本当に奥の奥の方まで皆さん待ってくれて。 あのすごく大きな声で声援を送ってくれましたしまた手をすごく振ってくれてたのでそういう方々に届けばいいなっていう気持ちでやらせていただきましたありがとうございますそれでは前から2番目の白いお洋服を着た女性の方お願いいたしますスポーツブルーの記者の鈴木と申します2連覇おめでとうございます えと羽生選手に、えー、質問なんですが今日の仙台市内ではあの多くのボランティアさんだったり、えー、駅の売店のスタッフさんまでも今日はゆずる君の日だからとみんな口を揃えてゆずる君の日だゆずる君の日だというふうに話していました、えー、今日の日を支えてくれた方そして、えー、今日のゆずる君の日を、えー、仙台で過ごしている方たちすべての方に、えー、と羽生選手から一言率直なメッセージをいただけませんでしょうか。 あのパレードをしていただいている最中も、えー、それぞれの店舗で、えー、わざわざそのポスターを掲げてくださったりとか、えー、わざわざそのプリントして弾幕って言ったらいいのかな、うんとうん、あのいろんな言葉を書いてくださったり、えー、それを。 自分にに見えるように飾ってくださったりっていうことがすごく多いなっていうふうに思いましたしまたその店舗内から、えー、パレードを見ようとしてくださってる方もたくさんいらっしゃったしそういったことでうんあのなんていうかなすごく嬉しかったしあとはうんとまあ僕の中ではこれはすごくありがとうって言 言いたい日だなっていうふうに思っていたんですけれども、ま、ニュースとかでも見ましたけれどもその、ま、商業の方もあの、ま、在庫を増やしたりとか仕入れる量を増やしたりとかそういったことでちょっとでもあの仙台や県内の企業さん方にもお金が回りそれが少しでも復興の 一助になればなというふうにも思っていますありがとうございますそれでは続いて前の男性の方お願いいたします家屋新報の佐藤です えっと今日はあのお米を4年分贈呈されたりだとか、あとまあ仙台の集まったファンの方たちも、4年後についても楽しみにしている方、多いと思うんですけども、改めてその地元でファンの方の声援聞いて、4年後、北京に向けた思い、新たな思いとか、気持ちの変化とかあれば教えてください。実際に僕は、えー、ソチオリンピックの 前までうん、ソチオリンピックの2年前まで、えー、この仙台でずっとスケートを続けることができたんですけれども、えー、世界のトップを目指すということに関して言えば、えー、仙台だけじゃなくて県内そして東北全体的にそのフィギュアスケートを、えー、本気でやってそして世界のトップを狙えるような設備っていうのは整ってないなっていうのは思っています。だからこそこそうやって カナダに拠点を移して最終的にこうやってまた金メダルをかけて戻ってくることができたんだと思うんですけれども僕がんて言うんだろう僕が仙台でスケートを続けられるようになったのは荒川さんがトリノオリンピックで優勝してそれで、えー、リンク アイスリンクへの補助金とか支援をしてくださったから、えー、僕は仙台でスケートを続けることができそして最終的には彼方に行くことができ、えー、こうやってパレードを開いていただけるようになりましただから僕がまたそういう存在になれたらいいなってすごく思ってますし実際仙台の子どもたちとか、えー、もちろん東北の子どもたちも含めて、えー スケート以外でもスポーツの面で僕が言えるのは多分スポーツのことなんでスポーツの面で多分施設とかそういうので苦しんでいる方もたくさんいらっしゃると思いますそういった、えー、苦しい方々にもちょっとした笑顔になれるきっかけだったりまた、えー、そういった支援をしてくださっている企業の方々も含めて、えー、市や県も含めてちょっとでもスポーツが 発展すごい尻滅裂になっちゃうけど何、うん、て言えばいいのか仙台の方の,その声援とか感性っていうのは僕にとってすごくなんか地元だなっていうふうに感じられる瞬間だしそれを感じられることができたのはやっぱり仙台で練習している時だったからこそなんですねだからこそこの仙台でまた練習したいなってスケートをしていきたいなっていうふうに思うことも今回ありましたし。 またそういうい設備が整わなきゃいけないという現実もまた改めて感じましたなのでちょっとでも、えー、こういったことをきっかけに進んでもらえたら嬉しいなというふうにはいありがとうございます、えー、では続いて後ろから2番目ぐらいでしょうか手を挙げていらっしゃる女性の方お願いいたします。 アリ TV の浜と申します今日は仙台に帰ってきてくださって本当にありがとうございました、えー、昨日から海外のお客さんもたくさんいらしていたと思うんですが、えー、海外の方へのメッセージ遠くから来てくださった方へのメッセージと改めて東北仙台の魅力を、えー、羽生さんの口から伝えてくださいはい <laughs> まずは仙台だと まあ僕自身カナダに拠点を移して、えーまあ、カナダに飛行機で行く時なんかはやはり東京を経由していくことになるのでそういった東京とか大阪とかそういった都市部都心と比べてみて仙台っていうのはやっぱりすごく都会だなって思うところもありつつその中にすごく緑が共存していて。 そういったところは仙台にしかない空気感だと思いますし、また、うん、なんていうかな、仙台だからこそ感じられる、うん、暖かさとか、うん、なんていうんだろうな、空気の良さとか、そういったものも感じられると思うので、ぜひ、えー、感じていただきたいなっていうものと。 また東北全体に関して、まあ、仙台ももちろんそうなんですけれども関して言えばまだまだ復興で、えー、復興が足止め状態になっているところもある,あるんですけれども、まあ、そういったところもやっぱり、えー、足を運んでほしいっていうふうに言ってくださっている方もいらっしゃいますし、えー、もちろん古い古い建物とか 津波で流されてしまったものとかたくさんあるかもしれないんですけれどもそれをきっかけにまた新しく復活している施設とか、えー、新しくなった駅とかそういったものもあるのでぜひその、えー、立ち上がっているところもちろん作り続けているところも見てほしいと思うんですけれども実際に立ち上がってもう新しくなった街っていうものもあるのでそういったところもまた見て。えー あ、こんな綺麗になったんだなっていうふうに思ってもらいたいなっていうのもあります、はい、ありがとうございますそれでは次の質問で最後としたいと思います、えー、前から三列目のネクタイをつけた男性の方お願いいたします私はえっ、ー、と古川学園高校新聞部から来た山本と言います本日はよろしくお願いしますお願いします この度のオリンピックで金メダルを取るという夢を実現させた羽生選手はこれから大人になる私たち高校生にとっては目標とすべき存在ですそんな私たち高校生にこれから夢を実現させるためにはどうすればいいか夢を叶えるために一番必要なことは何かさまざまなことに対してどんな心構えで臨めばいいかということについて アドバイスをいいただければと思います、はいうん、僕の中で夢っていうのはすべて叶うものだとは思っていなくてきっと夢を叶えるためにはいろんなものを犠牲にしたり、えーうん、自分がしたいことだったり 自分がしたいことをできなかったり自分がしたくないことをやらなきゃいけなかったりそういった時間がきっとあるんだと思いますただそれをやり続けているからこそその夢がかなった時に味わえる達成感だとかそういったものってきっとものすごいものだと思うのでもちろんちっちゃい夢を一つ一つ積み上げていってその達成感が原動力になればいいなというふうにも思いますし また自分が人生をかけて、また自分の学校生活をかけて掲げている大きな目標に関しては、それだけに集中することで、それが叶った時の喜びというものもものすごく大きなものになるので、ぜひ、何も恐れずにかけることをしてほしいなって思っていますありがとうございます。 頑張ってください <laughs> ありがとうございます最後にエールまでいただきましたねありがとうございますそれではお時間となりましたので以上をもちまして記者会見を終了とさせていただきます本日はお忙しい中のご来場誠にありがとうございましたありがとうございます羽生選手どうもありがとうございましたありがとうございました